い、こんにちは。日本改革党、くつざわです。やまびこマスター様、あつこ様、じゅん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。あと、河野太郎の裁判ですね。私ですね、公明党が当選してて、自民党が欠番のですね、選挙区、東京12区、北区と板橋区の一部、だったんですけれども、昨年11月にですね、これが、岡本三成って人、当選してるんですけど、これが国が移動、東京新29区、荒川区全部とですね、足立区の一部に国替えして、やっぱりそこが自民党が欠番になるという、何のためにそんなことすんのかななんて、ちょっと思ったんですけれども、ですんで私、次の衆院選、東京29区、その公明党の当選してる岡本三成、さんの出るとこに出たいと思います。昨年11月に訂正発表になってて、気がつきませんでした。そんなことめったにやらないもんね。国替えなんてさ、JNN 最新世論調査。次期総理は誰がいい？まあ、これね、自民党員、だけじゃなくて、パヨニも聞いてっから、信憑性はちょっとあれなんですけど、1位、石破茂、2位、小泉進次郎、3位、ん？はい、取り直ししないという。3位、川上陽子、今、法務大臣、じゃない、外務大臣でしたっけ、が3位浮上してきてですね、ということはどういうことかというと、河野太郎が、落ちました。川上さんに、上川さんに抜かれました。河野太郎、ポスト岸田から完全脱落。売りだった発信力も、突破力も、不発、存在感、ゼロ、日刊現代が、喜んで、報道しておりました。そっか、抜かれちゃったか。私はですね、石破は論外だから、次の総理、小泉進次郎かな、なんて予想してんですけども、本当は高市さんが一番いいんですけれども、まあまあ、テレビがですね、高市さんの偉大さをちっとも伝えねえから、高市さんになっちゃったら大変なぐらいに思ってて伝えないから、まあ一般の人気はまあこうなんですけれどもね。世論です。パワハラが通用しなくなっただけ、バカで無能だから、ではコオロギゴリ押し大失敗、恫喝だけは一人前、歯が汚すぎる。あ、そうなんだ。私注意して見たことなかったわ。顔が嫌いだし、歯汚えんだって、河野太郎。気球に聞いてなんて言ってるようじゃダメ。くつざわさんにスラップ訴訟してる場合じゃねえだろ。これ本当に書いてました。あ、びっくりした。試験です。そっか、4位転落か。前の総裁選ではですね、岸田総理と差しで決選投票したのにね、落ちぶれるのは早いなぁ。明日のことは分からない政治の世界ってはよく言いますけれども、本当に私みたいな一般人を訴えてる場合じゃないよね。現代としてはですね、マイナカード保険証を推進する河野デジタル大臣を叩きたい記事だったみたいですけれども、現代記事としては珍しくね、こちら側も賛同の声多数でした。2020年、気球の話、宮城県に謎の気球が、巨大気球が飛来し、アメリカにも同様な巨大気球が飛来して、中国製ってバレてましたけれども、自衛隊どっかに行ったなんて謎の結末迎えまして、あんなでっかいもの、見失うわけねえじゃねえかって、ね、その当時ね、ネットで言ってました。その当時防衛大臣だったのが河野太郎。気球に聞いて舐め腐った答弁してまして、自衛隊に命令して秘密裏に処理したんじゃないか、隠蔽したんじゃないかという疑惑が深まった。あと防衛大臣としてやった仕事が、陸上型イージス・アショアの突然の計画中止。陸上にイージスシステム、つけると何がいいかっていうとですね、ミサイルの数気にしないで、どんどん撃てる。船だとどうしてもミサイル積む数限られますよね。これをですね、潰した男。やっぱ中共の犬なのかなーって、疑惑は深まりますね。あとどんどん聞かせてもらって、新しい日本人を作るなんてもうほざいてましたよ。完全に中共の犬じゃねえか、こいつって思うんですけれども。なんて動画で言うと、この動画、
のを訴えられちゃうかもしんないなーなんて思いっす。国と自治体の税や介護に関する主要事業のシステムを統一し、クラウド運用するって事業をですね、河野太郎デジタル大臣率いるデジタル庁が今やってんですけど、昨年11月28日にクラウド事業者は公募により桜インターネットに決まったと発表。大阪市にある会社みたいであります。公募してたんだ、誰も知らねえな。これ公募してることを桜インターネットにしか知らせなければここしか応募してこねえわなって思ったりして、この会社はですね、以前は約款でこんなことを歌っておりました。中国の法令が適用される利用者について以下の行為を禁止します。中国の法令が規制するコンテンツの掲載、許可が必要なコンテンツを許可なく掲載、中国に対して反体制的な意見のコンテンツの掲載、中国の文化や習慣に対する過激な意見のコンテンツ掲載、中国の機密や安全を脅かす恐れのあるコンテンツ掲載、帝国主義的、封建主義的な思想や迷信を発信、全覚悟のいずれかを助長する目的でリンクを貼る行為などなど、お前らのこうした行為で俺らの事業許可取り消されたくないって最後に書いてありました。理由としてね。で、俺らの事業許可が取り消されるようなコンテンツも、ダメだからな、俺らの判断で削除すっから、みたいな、追加もありました。帝国主義的、封建主義的って、中国共産党のやってることは、まさに中国共産党貴族による封建制なんじゃないか、私は思ってるんで、おかしなこと言うなぁ。何が言いたいかというと、桜インターネットもですね、中共の顔色を伺う犬でした。国と自治体ね、こんなとこに税や、介護の情報クラウド使って大丈夫なのか、私ダメだと思うぞ。桜インターネットは中共に何か言われたら飛び上がってね、何の情報でも渡すと思うぞ。事業許可取り消されたくないから、何も言われなくてもですね、率先して、ご機嫌テレビに情報を流すかもしれんぞ。そんでもってここはですね、国のクラウド事業者に選んだデジタル庁っていうか、河野太郎ですね、もはや犬というより工作員じゃないですか。中国共産党のお気に入りの元中国人のエリ・アルフィアを随分推してたって報道も見つけたしね。エリはウイグル人とウズベキ人のハーフって名乗ってましたけど、国籍は中国だったんですよ。国籍は中国でね、同じジョージア大学出てんだかな。それで痛くエリを推してたって話なんですけど、河野太郎が、まあ中共の犬同士なんじゃなかろうか、中国共産党のお気に入りじゃないと中国人は日本人になかなか帰化できねえでしょ。私エリ・アルフィアは中国共産党のスパイって思ってんですけどね。またこれで訴えられたりして、私ってどうなの、訴えたくなるような顔してんのかって。花王が決算発表、中国市場で想定以上の落ち込みがあった、資生堂業績予想下方修正、中国での売り上げが2割減った、P&G、SK2 の中国での売り上げが 34% 減った、中国ヤクルト社、上海にあるのって、業績悪化で従業員の2割に当たる800人を解雇した、オムロン、中国向けの半導体設備と電池関連設備が売れなくて、純利益が 98% 減っちゃった。壊滅ですね。ほぼゼロやんけ。もうちょっとで赤字転落だったな。各社、原発処理水のせいかななんて言ってるそうですけど、果たしてそうか。世論です。自業自得だな。ざまーとしか思わんが。中国に残ってるやつが悪い。まあ、中国時代、事態が今ちょいとやばいからね。脱出ゲームなのに、安易に中国からの収益に飛びついた報い、チャイナリスクを理解できないのかね。マスコミに騙されたか。パンダハガー全滅へ、敵に頼るのがいけない。未だに中国に進出してる企業なんか終わっていいよ。未だに軸足が中国にあるような企業はそのまま倒れちゃえばいいと思う。2010年頃の日経新聞とテレビのですね、中国進出煽りはすごかったです。盛んにですね、バスに乗り遅れな、ルナーかなんか
行って中国に進出しないと、そんだぐらいの勢いで煽ってました。騙されてね、あの中国進出決めた経営陣はとっくに引退してて、この責任を全く取らないと。日経新聞の本社って大手町のですね、経団連本部の隣なんですわ。何十回もあの私経団連に抗議、外線行ったから知ったんですけどね。中国は今ですね、絶賛経済崩壊中。6日、おとといですか、山東省の露星工業国屯炭鉱の労働者が賃金未払いに抗議してですね、俺たちの金はどこに消えた、横断幕を掲げて抗議行動を。中国にしては珍しいね。この炭鉱ね、あの国営なんだってそこで賃金未払いってなんでって話なんですけど、国営炭鉱も金欠で、あの金払えない、処理水ガーでなくて日本製品を買いたくても買えない金欠っていうのが正解なんじゃないの。化粧品なんか特に、一番先にあの節約されちゃうとこだね。来日中国人観光客もですね、コロナ前の数に遠く及ばないんだって、戻ってないんだって。旅行も来れないくらい貧乏になっちゃったんだなって思ってるんですけど、おととい、あの中国の株式市場でですね、空売り禁止になってました。空売り禁止、これあの信用買い信用売りって言うんですけど、違反したやつは懲役刑だって。我々とはですね、中共は市場っていう言葉の定義が違うんだな。自由に売り買いできっから市場っていうんじゃねえのかな。我々はあのそう思っておりますけど、中国共産党はそうは思ってないみたい。北京、香港、蘇州にある河野一族の日本端子は売り上げどうなんだろうね。子会社3つも経営してやがる。日本端子はあのソーラーパネル関連部品作ってる会社であります。電池関連設備のオムロンが全然ダメなんだから、ここもダメな気がすんな。何をしてもですね、あの中国共産党が金欠で、五毛も雇えなくなると二ちゃんが平和になっていいっすね。河野太郎はますます一般人訴えてる場合じゃないっすね。今日のその他のニュース。東大工学部が過激なワクチン反対派のツイッターを分析。大体が立憲共産令和参政党の支持者だったわ。なんでだろうこの人らに極まり系って名前がついておりました。もう考えすぎちゃって極まってんのかなみたいな。確かに極まってる、言えて妙ですね。あとあのこの人ら陰謀論とかもあのすごい囚われちゃいますね。斉藤光平、東大准教授。何の教授だか科目はわかんねえ。共産主義で危機を乗り越えよう。ドヤ顔で自説を展開。自然災害、戦争、食料や天然資源の不足、インフレといった複数のリスクは共産主義で乗り越えられるってことらしいんですけど、じゃあなんでソ連崩壊したんだよっていう。バカなのかな。まだいるんだこんな頭悪いのが。なんで東大の准教授言ってんだろう。じゃあな、じゃあお前が率先して共産党にね、財産資産すべてと自分と家族を労働力として提供してこいよと。共産主義者はですね、平等な富の分配は言うんだけど、それに絶対必要なすべての富を一箇所に集める作業のことを絶対に言わないのね。いっぺん全部集めて、あの、いくらかなって、あの、数えないと、平等に分配できないんですよ。それは絶対言わない。だから、共産主義に賛成な、こいつはですね、まあ、あの、自分の資産、財産、家も、何もかも、自分も家族も提供しろって、率先して、会から始めようじゃないですけれども、あと、なんで、共産主義で、戦争、飢饉、乗り越えられるんだって話、ソ連なんで崩壊したかわかります？あのアメリカとのね、軍拡競争で金使い果たして経済崩壊したっていうのは本当のとこですよ。何言ってんだろうね。本当あの東大のあの権威も落ちに落ちたよな。あの前川スケベっていう貧困調査員も東大だったし、日本人のアルコール離れが進む。1989年、だから34、5年前ですか。上飲率が 51.5%。毎日飲んでるって言って 51.5%。2019年 33.9% に減りました。まあ、あの、子供も含むんだろうから。今はもっと下がってるでしょうね。19年
だから5年前のデータだもんね、飲んでた人が飲まなくなったじゃなくて初めから飲まないっていう若者が増えたってことでしょうね。飲んでる人があの自然にぶっこしてね、飲まない人に入れ替わってるっていうかね、飲む使う以外にも娯楽が溢れてますしね、昔はまああの飲む打つ買うだったけど、買うなんてのも松本人志でなかなかやりづらくなったしね、お金出せばいいってもんでもないっていう話にホワイト化してきましたしね、アメリカ大統領補佐官に戦争準備の兆候ってばらされてた北朝鮮が韓国との全ての経済協力合意を破棄すると発表いよいよ戦争ですかね。北朝鮮が攻めてきたらって質問に日本と戦いますって答えてた場合だから自衛隊さん警戒してくださいね、にしても合意的を一方的に破棄って約束守んねえのは北も南も一緒だなーって、淀川から両手のない成人男性の遺体が見つかる、指紋を隠したかったか特徴的な入れ墨でもあるんかと話題になっておりました。指紋隠したいってことは前科がある人ですかね。一般人はあの指紋提出しないからね、捕まると指紋取られますけどね。各種外食の都道府県別平均支出額、自治体別平均支出額発表。寿司1位金沢市、2位静岡市、3位名古屋市、これですね、あの金沢市民が寿司ばっかり食ってるっていうことじゃなくて、外から行った観光客もう金沢の寿司食うでしょ、それも入ってるみたいなんですよね。焼肉1位高知市、2位堺市、3位大分市。高知市はなんとかっていう有名な和牛がいるみたいであります。それであの外部から行って食うのかな。ラーメン1位山形市、2位新潟市、3位仙台市。新潟ラーメン知ってますね。山形はですね、あのお客さんとか食うとラーメンを出前して取ってもてなす風習があるらしくて、やたらラーメン食うみたいなんですよ。餃子1位宇都宮市、まあそうだろうな。2位浜松市、3位宮崎市、これは全然わかんない。そばうどん1位高松市、2位静岡市、3位岡山市、これも全然わかんないな。喫茶店1位岐阜市、2位23区、3位名古屋市、23区は東京ね。アイス1位福島市、2位金沢市、3位盛岡市、これ全然わかんない。なんで福島市がアイスやたら食うんだか全然わかんない。飲食代総合1位23区、まあそこだろうな。よそから来た人も食ってくしね。2位高知市、3位埼玉市。高知市はあの和牛が効いてるみたい、そのうまい高い和牛。3位埼玉市だって、まあ大きいですかね埼玉市ね。さあ皆様の地域はこの中にありましたでしょうか。しかしアイスが福島市が一番多いって全然わかんねえな。謎だな。あの北方市とかラーメンで入ってなかったの。山形新潟仙台って西日本よりやっぱ北日本っていうか、あの寒いところがラーメン強いみたいですね。私はあのラーメンに非常に興味がある人間ですからまあ好きだしね。というわけで、メール登院になってください。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録よろしくお願いいたします。あとはあのチャンネル登録もよろしくお願いします。このチャンネルはあのチャンネル登録しないで見てる人多いってあの言われちゃいましたんで、つべにね、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。